会社の中で自主性を発揮して動いてもらいたいんですよね。でも勝手に自主性を発揮して動くわけでもないわけですね。じゃあ何に従って動いてもらうかというと、方針、方針、その方針の大きなもの、戦略ですね。方針、戦略、方針、戦略、あとはこういうものですよね。方針、戦略、あとは戦術ね、はい、戦術はどっちかというとプロセスの方ですよね、はい、あとはさっきから出てきた理念、そう、理念ですよね、理念がないからいけないそんな安物小皿みたいなこと言いませんから。あと何ですか、何でも出てきた言葉、こういうもの。じゃあ従業員が自主性発揮したらいいんですけど、自主性、勝手に自主性発揮したらいいわけじゃないですね。何に基づいて自主性発揮したらいいんですか。理念、方針、何でもいいです。これ別に何か正解を探ってるんじゃないですよ、おっしゃっていただいてるんですか。仕組み、ああ、会社の仕組みね、目的目標。ちなみにこの目的って何ですか。経営の目的。ああ、そういきますか。ね、経営の目的は？お客様作りですね。目標は？1。そうですよね。あ、これ初めて知りました。いつも思ってた目的と目標ってどう違うんだろうなと。これは武田先生の、そうか、初めて知った、次回の教材コースで話します。横が実行要因です。で、大丈夫なんですよ。で、ここをカットしますけど、この意味知らない。あ、これ目的目標っていうのは、これ武田先生の言う目的目標っていうのは、経営はお客様作りで、そして目標は位置作りです。あ、確かにそうですね。そういう意味ですね。だからこれ目指す、こう聞いたの初めてだ。はい、あと何かないですか。あと何に従ってほしいんですか。何か前回出てきた言葉、ここでこういうのに似た言葉、イズム、そう、イズムでしょ。